ピーター・ジョン、ピート・シンフィールドは、イギリスのロンドン生まれの詩人、作詞家。初期のキング・クリムゾンで作詞を担当する順、メンバーという、極めて得意な立場で参加していた。ロックミュージックに壮大なスケールの世界観を持ち込み、バンドの方向性を決定づけた。また、ステージでの照明効果も担当する。1972年初頭にクリムゾンを脱退。 一年後の1973年にソロアルバム、スティルを完成させる。基本的にはミュージシャンではないが、1970年代、前半のプログレッシブロックシーンにおける、ピート・シンフィールドの業績は、大きいと言える。キング・クリムゾンでの実績はもちろんだが、ロキシー・ミュージックのデビュー作、ロキシー・ミュージックをプロデュースしたり、エマーソン・レイクパーマーの、 恐怖の頭脳改革に作詞で参加したり、まだ世界的に無名だったイタリアの BFM をマンティコアレコードで国際展開させるといった活動歴を残している。また、シェールやセリーヌ・デオンの作品に歌詞を提供し、世界的な成功を収めている。2011年8月7日、BS-TBS で放送された番組ソング・トゥ・ソウル永遠の一曲クリムゾン・キングの 宮殿に英国取材で出演。キング・クリムゾン誕生前後の状況や楽曲制作の裏話を証言した。ありがとうございます。